ホラーナイト ST スタジオ。モザイクにしたとってこいつはわかる今回はなんと第2回目になりました有名ゲーム実況者さんに来ていただいております。どうも実況者来る。実写慣れてなすぎて「よ」って自分で「よ」って言えない。初めてやばいやばいやばい、すごいメモリアルだ。モザイク解禁ドン。やっぱりお前やないか。すいません。ということであまおちゃんとゴドカが来てくれました。ゴドカ来た。 COD めっちゃ見てたよ俺。SP がもうゴドカめっちゃ見てたから。ゴドカって来るもんだ。僕たち恒例なんですけれども、過去の動画で自分たちが気づいてない怪奇現象をコメント欄で知る。またこの前ほんまにあったんですか。ほんと光って今日あるといいね。今日あるといいね。ゴドカは体感したことがあるらしい。そうそう。まあ大学の時に大阪の最強って言われる心霊スポット行って、でみんなで集合写真撮った時に幽霊が上に3つ変わるよっつってほんまにあって、で真ん中のだけ睨んでるっていう。誰に睨んでんのっつったら撮影者って言われて、で撮影者誰ってなった時に俺やって、でやばいってなって東京の家に帰ったんですよ。で帰ってそれから変なこと起き始めて、それこそ恒例の家に帰ってきたらシャワーダーってなる。めちゃめちゃやばいよあって、で夜こうやって寝ててパッて目覚めたら隅っこに絶対置いてるはずの掃除機が自分のベッドの真横に来てて、いや出たよこれほんまにやばいんちゃうんかなと思って片付けようとしたら部屋にあった電気ケトルが何のボタンも押してないのに突然沸き始める。やばい。マジだもんね。ジャンルと一緒のやつだ。起きてんのに信じないタイプのやつだ。別に自分でその女の霊とか見えたわけじゃないから。いやいや俺無理、絶対そこすんなよ。関係ないけどそのスタンスでそれで引き寄せられたもん。ボドちゃんがいるとこが一番怪奇現象聞こえます。左にこの前そこ座ってやめろ。じゃあ本題に入っていきます。はい、一つ目なんですけれども、謝礼にならないほど怖い。はい、一つ目なんですけれども、本当だ。ふーってやつ。びっくりした。お前、高いね。どういうこのタイミングでびっくりした。これがね、このカメラ。もうびっくりした。ちょっと待って、お前の方が怖いんだよ。これの6。俺パチパチ。初期微動ぐらい。自信か。大丈夫。やばいね。俺が一番もうちゃんとしてるから。ちゃんとしてるわけねえだろ。6分18秒にまず現象。6分18秒。いきます。今回は。おお。聞こえた。なるほど。笑い声か。正義のあんだけの笑い声よりデカめの音。確かにどういう音？めっちゃどういう音？みんなうつむいてんだよな。そう、うつむいてるからね。8分22秒。ドアに何かが映る。あ、そうなんだ。でもこれ月日が経って、え、何このパッチ？なんか下になんか通った。え、あ、そうなんだ。でもこれ月日が経って、俺も見えたよ今。本当に今見えなくなったよ。なったね。え、そんな新しいタイプ？あ、そうなんだ。でもこれ月日が経って全然見えなかった。まずパチがおかしい。パチがすごいね。2つ目の動画は島村着こなし対決をしたら呪音の女性の声がはっきり違う。この動画に36秒らへんで大輝の肩らへんなんか映るみたいです。今村をこれノリだ。これはノリです。これは俺です。おかしい。は？え、見たことない。何わかんない。ボドカだけめっちゃ顔認証されてる。そう、あ、俺もそれずっと気になってた。気持ち悪い。そう、ボドカだけずっとこうなってんのさっきからずっと。じゃあここにいるんじゃないですか。俺なんで俺だって俺の方が体でかいよね。ここにいんのかな。じゃあやばい。なんかね、いやだってボドカだけで顔認証でどう。あ、ここに来た。これやばい。あ、え、こんなん初めて見た。そもそも顔認証なんか出ない。誰かいじった。出ない、わかるでしょ。出ないよねこんなん。カメラいじった。でも後ろは出てません。え、でもこんなずっと出なくない？出ない出ない、こんなん出ない。え、俺最初出てなかった。だって俺同じカメラ使ってるけど、こんなずっと出ないよ。こんなでかく出ない。最初出てなかったよ。俺気に入られやすいって言われるんで。そう、ボドカは取り憑かれやすいんですよ。俺は何も見えないかったりしないけど、めっちゃ気に入られやすいって言われるから。いや、そもそも初めて見た。初めて見た。初めて見た。普段撮影してる時ならない。こんだけ撮影してんのに、どんだけここに顔あんの。どんだけ見える人、見える人、見えない人だよ。見えない人だよ。え、今の何？どうしたの？あって言った。何？え、マジで聞こえてる？え、俺マジで聞こえへんねんけど。出た、そのパターン。今めっちゃ聞こえたよ。今めっちゃでかかったよ。え、聞こえなかった？俺は分からなかった。え、違う、なんか女だよ。うん、女。え、めっちゃ喋ってたんだけど今。マドカの席？5年だよね。うん。続いて2分34秒、笑い声が聞こえます。いいなっていうやつで、言語の方も韓国になってる。なるほどなるほど。言語、あ、ほら笑ってる。え、あははは、めっちゃ言ってる。そう言ってた。続いて2分42秒に笑い声がまた。また？ペロペロ出したけど。ああみたいな。ああみたいな。なんか幽霊ゲップしてましたね。ゲップ。俺怖がらなすぎてついてくるって言うんですよ。ああ。何をしても怖がらないから居心地がいいみたいな。怖がらなさすぎると来るらしい。確かに心霊でめっちゃ見る人ってさ、なんかめっちゃ怖がらない人いるよね。うん。ああ確かに確かに。ああいうことなんだ。最後に紹介する動画ですけれども、都市伝説、死刑で奇跡的に生き延びた場合、とんでもない結末が待っている。すごいな。それの52秒にノリがおかしい。ではないな。今日何をやるんでしょうか。うわ、え、見えなかった。どうしたびっくりした。左肩左肩。本当だ、こんな。続いて6分45に声が聞こえると。残虐であってはいけないっていうのがあって、ああ、じゃあもう首切るとかダメなんですよ。うわ、カリフォルニアって言ってましたね今。言ってないでしょ、カリフォルニア。そんな国の紹介ない。アメリカのああみたいな、ああみたいなですね。残虐であってはいけないっていうのがあって、ああ、じゃあもう首切るとかダメなんですよ。ああって感じのやつ。え、俺なんか喋ってるように聞こえるんですけど。マジで言ってるの？俺マジで喋ってる。え、マジでカリフォルニア。え、でもニュアンス的にはガチでカリフォルニア。ニュアンス的にはどっかに。え、本当に普通に4じゃなくて、なるほどねじゃない。首切るとかダメなんだ。そうそう。え、俺カルフォロって。なるほど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 みたいな。多分そこじゃないとも言ってんの。ちょっといろいろありすぎだ。サバイ多すぎるのでね。ちょっといろいろありすぎだ。サバイリーダーサバイリーダーサバイ。いや、なんか、なんでもないです。勝手にアップルウォッチがブーブーおかしいやん。おかしくなってるね。なんで怖がんないんだろう。なんで怖いやん。え、だって逆にみんな聞こえてて、俺聞こえてないから、何のこと話してんのか分からなくて。一個も聞こえない。一個も何も聞こえない。この動画内のうっすらとした声は聞こえるけど、何も聞こえない。まあでも、ちょっとみんなに。企画したことがあって、もうやばいやんこれ。ここにみんなで座ってで喋り始めて、まあしばらくしてからなんですけど、もうここの首のあたりめっちゃ首のあたりのあたりのあたりめっちゃ圧迫感が感じる。やばくね？え、普通に怖いやん。え、でもなんかここら辺からバーって圧力かかってんなみたいな感じの思いながらやってたら、なんかみんなが顔認証が、ああ、もう曲がってるやん。大丈夫だ。大丈夫ない？いや、わからない。いや、これ台本じゃないですよみんな。なんでそんな余裕やねん。もともと台本やるわけない。台本やない。コラボすると結構頻繁に起きてしまう。で、今日も初めてその顔認証みたいのがモニターに出て、で後ろの上には全員出たんだよ、顔認証。ボドカだけそれの5倍ぐらいのサイズで。そうそう、顔認証なのにね。どこが顔みたいな、どこが顔みたいな。体まで来てたもんね。まあ映像さっきノリが撮ってたから、あれとかで来てたからおかしいもんね。でその時一番怖かった。え、また何回聞こえた？何？ここ？おお。いや、ここじゃないかも。その辺かも。今遠かったちょっと。この後多分声が分かっ聞こえてたらそれは編集でできるんで、気づいてなかったらまたコメント欄で教えてくださいということで、この後ボドカちゃんのチャンネルとたまおちゃんのチャンネルでもホラーナイトみたいのを撮ると思います。はい、概要欄からチェックしてみてください。お願いします。飛んでみて。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ。五輪中。死んでもって今日あるといいねですけども、そのあたりでその時一番怖かった好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない